今のはいい感じだったぞ。もう一回やろっと。お、プロデューサー、お疲れ様。もっと完璧になるために自主練してたんだ。自分、みんなのお手本にならないといけないしね。自分に？何？なんだ、そのことか。うん、自分もちょっと厳しいかもって思ってるけど、自分はみんなに自信を持ってほしいんだ。特にナオミね。うん、ナオって自分と似てるとこあるからさ、地方から出てきてるとか、ニーニーがいるとか。地元を離れるのってすっごく寂しいでしょ。それに心配なこともいっぱいあると思うんだ。自分本当にトップアイドルになれるのかなとか、その前にアイドルやっていけるのかなとかさ。うん、でもね、アイドルとしてちゃんと成長すれば、そういう不安はだんだんなくなっていくんだ。そのためにも自信が必要なんだぞ。だから自分、みんなに自信をつけたいんだ。当然さ。だって自分たちみんな家族だからね。ナオはみんなのことが心配なんだよね。自分、ナオのそういう優しいとこ好きだぞ。でも、優しいだけじゃトップアイドルにはなれない。そうでしょ？それで自分、心を鬼にして、みんなに厳しくしてるんだ。え？そんなこと、あるけど、なんか照れるぞ。私たち早めにレッスン室に来て4人で練習しようって約束してたんです。ちょっとでも響さんに追いつきたかったから。レッスン室に入ろうとしたら響ちゃんたちの声が聞こえたから、つい立ち聞きしちゃったの。ごめんね。今の聞いてたの？全部聞かせてもらったで。響、私らのことそんなに考えてくれてたんやな。響は最高の先輩や。うにゃー、どうしよう、プロデューサー、こんなの恥ずかしすぎる。響ちゃんは私たちのことを信頼してくれているのよね。なら、その信頼に応えなくちゃ。響さんのレッスン、厳しいけど、アンナ、最後まで、ついていくよ。みんなで、もっともっと頑張って、楽しいライブにしようね。みんな、
わかった。自分、もう恥ずかしがらない。みんな、覚悟はいいんだね。それじゃ、これからしっかり自分についてきて。今の、響のお腹の音やろ。もしかして、ご飯食べてないん？自分のお腹の音じゃないぞ。お腹とか全然空いてないし。今日はちょっと忙しかったから、お昼ご飯が足りなかっただけ。お腹の音ぐらいで恥ずかしがらんでもええって。私、おにぎり持ってきてるけど食べる？え、いいの？前にも言うたやろ。大阪人は優しいね。いっぱいあるから、みんなも食べる？ありがとう、なおちゃん。それじゃあお礼にってわけじゃないけど、お菓子をどうぞ。おやつにみんなで食べようかなと思って、スコーンを焼いてきたの。クリームもあるよ。わあ、スコーン？おしゃれですね。私、クリーム大好きです。私は、あった！今日は、飴いっぱい持ってきたんです。アンナ、ガム、持ってるよ。これも、食べよ。みんなで食べればそんなん関係ありませんって。さ、食べよ食べよ。私、腹ペコやん。いただきまーす。このおにぎり美味しいぞ、なお。せやろ、兄貴おにぎり握る才能あんねん。ゴール決める才能もぼちぼちやけどな。風花さんのスコーンもとってもとっても美味しいです。アンナ、シフォンケーキ作れるようになった。でも、それしか作れない。こういうお菓子も作れるようになりたいな。お菓子作りが好きになったのね、アンナちゃん。よかったら、スコーンの作り方を教えようか？本当、嬉しい。ありがとうです。